い、どうもちゃー、それよしぐれ。本日の動画は GDP で戦った謎の外実会 SNS さんの試合になります。まあ、孫さんなんですけど。はい、てのですね、このおじさんね、GP でちゃんと珍事件を起こしまして、プレイヤーネームをね、大会前に変更しろっていう、連絡が何人かに来るんですよ。まあ、例えばさ、アニメのキャラの PN とかにしてると、ちょっと原理的にちょっとダメだからちょっと変えてくださいね、みたいなのが来るんですけど、まあ、このおじさんに関しては、プレイヤーネーム、コンプライアンス気違いもいいところなんで、すぐに変えてくださいみたいな感じだったんですけど、孫さんね、変えた PN がめちゃめちゃ面白かったんですよね。皆さん入場の時にさ、まあ、隣が絶好調だから、バーチャル絶好調選手、SNS 選手みたいな感じで、このおじさん出てきたもんだからさ、コメント欄みんなが、誰みたいな感じになってて。で、まあ、そんな感じで、そういうのあったんですけど、この人はね、さらに面白いのが、バナパスの方のネーム変えてなかったんですよね。まあ、普通はさ、大会出場ネームとバナパスネームってちゃんと合わせるようにするんですよ。まあ、例えば俺とかだったらさ、レオシグレ登録してたから、ヤツのメタとかレオシグに変えたりとかしたんですけど、でこのおじさんね、なんかね、ステータス全部 STR に振ってるせいで、イントが足りないせいでね、孫子っていう PL はそのままにして、出場ネームで変えてたもんだから、この人だけいろいろ意味が分かんなかったんですよね。はい、って感じで、そんな感じで珍事件を起こした、孫子さんの視点、お楽しみください。ちなみにね、この人と生配信で10連勝したんですけど、俺1回持ちないです、暁で。はい、理由は察してください。じゃあ2試合目いきましょう。いや、この人ね、入場した時のコメントがめちゃめちゃ面白くてさ、なんかさ、あったじゃん、入場時のコメントさ、みんながさ、あー、この人イケメンだーとか、あ、この人こんな顔なんだーとか言ってる中でさ、バーチャル絶好調選手、SNS 選手でした時、もうみんな、なんだこのおっさんみたいなコメント流れてる、めちゃめちゃ面白かったっすね。はい、ということで、じゃあ見ていきましょう。ちなみにね、孫さん、ちゃんとね、本戦でもしっかり気違いでしたね。例えばですけど、同じブロックにいたね、ナスタンとか相手にね、気違いみたいにビリカ風でそれ通したりとか、ちなみに、俺もね、グランドファイナル、戦いましたけど、2戦。ちゃんと BD が振られてめちゃめちゃ腹立ちましたね。はい、で、単純見ていきましょう。ちなみに、懐かしの孫子爆弾でやっております。いや、孫子爆弾やっぱいいよ、これ。マジで俺が便利。さあ、で、一旦じゃここ一回覚醒終わって、俺に殴られていくと、まあ、しょうがないですね。さあ、相手側にバリアが取れ。お前、それ、F 角でいいだろ、それ。さあ、という感じで横を通していきつつ、ここは置き攻めの展開ですね。置き攻めの時だけ孫さんすげえ巧みなんだよな。さあ、一度ここはバリアをもらい、第二の主力隊が活躍していく番か。さあ、覚醒中の相手にももう構わず構わず突っ込んでますね。前見えてんすかね、本当に。さあ、ですがね、孫子爆弾のすごいところってね、ダメージでしっかり返って一回落ちてくるから、すごい楽なんですよね、こっちが。さあ、といったね、ここをうまく立て挟んでから、小賢しいな、このおじさん、マジで。さあ、一度相手のことを落としていきつつ、やっぱね、孫さんね、ちゃんと巧みな部分があるから勝ってんだな、っての思いますよね、本当に。さあ、そのまま赤月を追う展開ですけどね、孫さん曰くね、赤月めちゃめちゃ有利らしいんですよね。本戦では僕ちゃんと捌き切ったんですけど、一歩間違えたらあれ負けてましたからね、マジで。さあ、といったね、そのまま赤月攻めていきつつ、なんかね、赤月有利な理由がね、なんか着地 BD 角差し込めるとか言ってたけど、俺一回も差し込まれたことないんだよな。さあ、って感じで、とんでも理論展開しつつ、これは B セルフの方が早いんですかね。さあ、覚醒技で置き攻めしながらも、なんかいろいろついて、恐怖でしかないね、この絵面ね。さあ、なんで着地を通しているのかよくわかんないですけど、しっかり相手の着地にビーム通してますね。あー、もうすごい。さあ、しっかり振り合いの途中にアシストを置くというかなり姑息なことをしていたせいでしっかりダメージ取れてますね。さあ、残りこちら、あと孫さん2回落ちれる状況で相手のピースにミリということで、状況的にはかなりというか、まあこの人爆弾させてダメージレース負けることほぼないんだよな。さあ、一度がルシアもらってしまうが覚醒はある状況ですね。さあ、そのまま攻め立てていきましょう。さあ、覚醒終わってラストはメインが当たって試合終了ですね。入っていったんじゃ2試合目です。さあ、すげえ急に映像が乱れた。最後でよかった。はい、って言ったんで、いや、孫さん、マジでね、大会でもちゃんと気違いで安心しましたね。じゃあ3試合目行きましょう。本人は気違いじゃねえとか言うんだよな。いや、孫さんね、マジで面白いなと思ったのがさ、まあ、例えばさ、孫子っていうネーム変えてくださいってなったらさ、まあ、例えばまあ、外事おじさんみたいなさ、そういう名前になるじゃないですか。SNS はさすがにずるくないですか、いろいろと。しかも、SNS って言われる、この人、Twitter のアイコンの変え方も知らないですからね。みんな教えてあげてくださいね。はい、ってんで、じゃあ、3試合目見ていきましょう。対戦相手がノーベルとエクセスの編成ということで、今、ノーベルの突角部分に、BD が差し込んでましたね。意味わかんないですね。さあ、といったね、ここは覚醒終わって、これね、生配信中でね、みんなに林田ドレーで F 覚醒使ったんですよね。さあ、F 覚醒使って、ここはしっかりとしていて。
さあ、しっかりノベルに引かれていくと、道路交通法守ってないですね。さあ、といった感じですが、相方がノーダメなんで、まあ、まだまだコストはいっぱいありますね。さあ、ノベルの特化部分にはしっかりメインを差し込んでいくと。さあ、ガイゼの主力隊をくぐり抜けてインコも当たってしまったが、まあ安いでしょう。さあ、一度ここはアシストがやべえ当たり方して落としていきつつ、そのまま爆弾の後ろのエクセスを減らしていきたいですね、ここは。さあ、ノベルのバーサカーモードが降ってきて、ここはアシストが当たっている。アシストやべえな、これマジで。さあ、そのまま攻め立てていきつつ、ちなみにね、このアシストね、ちゃんと僕らも苦しめられます。気違いだろ、マジでこれ。いや、あのね、この突撃アシストマジで苦しめられましたね。あの、サザビアカツキでやっててね、やっぱ、サザビアカツキでやってるとね、あの、バリアを貫通してくる武装ってめちゃめちゃ怖いんですよ。だからね、大会本戦でね、バリアついたサザビがね、突撃アシストもらってた時は、さすがにちょっとやべえなと思いましたね。さあ、といったんで、ここは夜覚醒で攻め立てていきつつ、そのままノーベルの方にも攻め立てていくと。さらが、こいつはノーベルを追っ払ってエクセスを追っていく展開か。いや、怖すぎる、この絵面、マジで。さあ、怖すぎるあまり、しっかり覚醒を終わらせることができた。さあ、来るノーベルはアシストで裁きつつ、すべてを白く隊が受け止めてくれますね。ママかな、本当に。さあ、といったんで、相方も若干やばい状況なので、このままゲームエンドまで持っていきたいか。さあ、白く隊を犠牲にしつつ、白く屍の前に立っているこの立ち回り。さあ、夜覚醒は溜まっている状況。これは近いノベルに終わっていくかと思ったら、小賢しい、このおじさん。あのね、孫さんの感じでね、最近ガチ小賢しいなと思ったのが、この知った角のさ、ビームシールを使った、射撃のやつ、これの使い方マジでうまいよね。すんごい小賢しい、マジで。じゃあ、本日ラスト見ていきましょう。あ、ちなみに、今回のね、大会で初めて孫さんの見た目見たって人も多いんじゃないですかね。そうなんじゃない？見た目めちゃめちゃ優しそうなおじさんじゃないですか。で、実際にガチで優しいおじさんなんですよ、この人。ちょっとだけ頭のネジ飛んでるだけなんですよね。皆さん誤解してあげないでください、本当に。はい、じゃあ本日ラスト見ていきましょう。さあ、対戦相手がダブゼとアイオスの編成ですね。この試合ね、ダブゼの格闘技の避け方が面白いんですよね。さあ、見ていきましょう。とりあえず、ここは白く隊終わって、格闘 CS には、はい、このおじさんね、もう弱いが37ということでね、反応できてないんですよね。白く隊に助けられながら生きております。さあ、といったんで、ここは白く隊つけられていたが、もうそれ関係なしに、一回投げ飛ばされていくと。さあ、なんかアシストが当たってるような気がしますが、ここで覚醒終わって、S 覚醒で BD が来るなら F とか R でいいんじゃないでしょうか。さあ、ここは一度落としていきつつ、そのままアイオスの方にも攻め立てていく。なんで N 角を振ったんでしょうか、今。さあ、なんか立て続けにいろいろ覚醒を終わらせてすごいことになってますね。さあ、おばひのダブルゼータ、絡みに行こうとしたら、お前はなんだっていう感じでタックルされましたね。さあ、といった感じで、そのまま残り3落ちの状態ですけど、孫さん。さあ、ビリカグ振っていきつつ、ここは圧倒的なアシストが当たってる。てか、この人のアシスト強すぎるだろ、マジで。さあ、アシストの一緒に攻め立てていきながら、格闘シーンさんに実施振れば当たらないと本人は言っておりましたね。まあ、確かにそうかもしれません。さあ、S 覚醒は溜まっている状況。これはそのまま、これはアイオスに攻め立てるかと思ったらダブゼンに攻めていく。さあ、メインだったり、動かしながら、ここはいろいろ使って、で、なんかいろいろさばいている。さあ、そのまま隠さずね、完全に映像がごちゃごちゃしておりますけど、ラストは何かが当たってましたね。はい、てたんで、今回、SNS さんの出演でした。いかがだったでしょうか？いい加減ピール変えませんか？はい、てたんで、じゃあエンディング行きましょう。SNS って変え方、マジで面白いんだよな。はい、ご視聴ありがとうございました。いかがでしたでしょうか？謎の外人使い SNS ということで。SNS って書き方マジでずるくないですかね、本当に。いや、俺もなんかね、なんかそういう書き方できればなとか思ったんですけど、まあ、てか、よく、バナパスポートのね、ネームを変えずに運営に何も言われなかったなとか思いますけど、なんか孫さん的にはギリギリ OK だったみたいですね。はい、って感じでご視聴ありがとうございました。次回の動画も楽しみに。バイバイ。いや、ちゃんと期待裏切らずに珍事件を起こすの、ナイスです。